皆さんこんにちは。今回紹介するのは、日本のグラビアアイドル、女優、元アイドル、歌手、YouTuber の村島美優さんです。1998年8月27日生まれ、大阪府出身、J-ROCKを経て、2023年現在はホリプロデジタルエンターテインメントに所属しています。愛称は、村美優、美優パイで、美優パイは、週刊ヤングジャンプ2017年18号にて、魅力的なバストに対して名付けられたものです。美優パイさんの立派なおっぱいに、私の股間もパンパンになってしまいます。そんな気になる、村美優さんの3サイズは一番最後に発表しますので、最後まで股間はパンパンにしたままご覧ください。中学時代から EXPGO 坂校にてレッスンを受け、E-Girls の下部組織バニーズの2013年度メンバーと、ラビッツの2014年度メンバーを歴任し、E-Girls のシングル、キャンディースマイルの MV にバックダンサーとして参加しました。2016年5月25日にはダンスボーカルグループチェルシーの最年少メンバーとしてアイドルデビューを果たし、当時はまだ大阪学芸高等学校の特技コースに出学していた17歳の高校3年生であり、18歳となった後の2017年2月27日には男性向け週刊誌週刊プレイボーイにてグラビアアイドルデビューも果たしました。そして同年11月10日には青年漫画雑誌ヤングアニマル主催の読者投票企画 YA グラ姫2018のファイナリストに選出され、同誌の同年22号の表紙関東巻末グラビアをファイナリスト6人で飾りました。また2018年1月26日には同企画のグランプリを獲得したことが同誌の同年3号にて発表され、同年2月9日には DMM.com 本社にて開催されたお披露目会へ準グランプリを獲得した池田由香さんと共に登壇し、同年4号の表紙と関東グラビアを単独で飾りました。2019年8月27日にはグアムにて撮影したファースト写真集バースが発売され、2019年9月28日には幕張メッセにて開催されたファッション&音楽イベント楽天ガールズアワード2019オータムウィンターに登壇し、持田優奈さんとのペアで初めてランウェイを歩きました。そして2020年12月31日にはチェルシーを卒業し、2021年に入り個人活動のために SNS や YouTube を開始しましたが、個人活動の難しさから同年6月29日には自信のある SNS での活動をホリプロデジタルエンターテインメントに売り込み、面接を受けて所属するとともに本名の村島美優に改名しました。改名後は公式 YouTube チャンネル村美優を開設し、主に SNS を中心として活動を再開する一方、ジャパンプロフェッショナルバスケットボールリーグ川崎ブレイブサンダースの2021から2022シーズンのアシスタント MC 兼サポートクリエイターに就任しました。また同年10月4日に発売された週刊プレイボーイ同年42号にて3年ぶりにグラビアを飾り、2022年3月3日には2021年に青年漫画雑誌週刊ヤングジャンプの公式 YouTube チャンネルヤンジャンテレビにてトータル動画再生数が1500万を超えたグラビアアイドル5人で結成されたユニットヤンジャンバズガールズの一員として、同日に発売された2022年14号の表紙のほか関東関中関末のグラビアをそれぞれ飾りました。その後も様々なグラビアで活躍し、2023年8月20日にはバラエティ番組ゴッドタンの企画壁ある芸人共生プログラム空気階段編に出演し、お笑いコンビの空気階段とともに自身は初となるドッキリ風サスペンスコントに参加しました。そして2023年10月17日には同日に発売されたフラッシュ同年10月31日号の寒中グラビアを飾ったほか、デジタル写真集ずっと夏のままでが発売されました。趣味特技はけん玉、マラソン、バスケットボール観戦、ダンスであり、ダンスについては授業の際に刺されるだけでも赤面するほどの人見知りだったことを見かねた母により、小学4年生から習わされ、そんな母親にイケイケにさせたいと半ば強引に金髪にさせられたことがあり、そのおかげで仕事を始められたと語っています。またグラビアについても、やったらええやんと背中を押してくれたことが志願のきっかけであり、自分とは正反対の陽キャな母には感謝しているそうです。昔から陰キャであり、人付き合いが得意ではなく友達が少なく、自分の中では交際イコール結婚と思っている上、
ナンパに勤しむ遊び人よりはちょっとオタクっぽい人の方が好みであるため慎重になってしまうそうです。それでは最後に村美優さんの3サイズを発表します。上から86、58、84の F カップです。バスケットボールのようなおっぱいに私の股間のけん玉も地球回ししてしまいます。ということで今後も目が離せない、活躍されること間違いなしの村島美優さんをこれからも応援していきましょう。最後までご視聴ありがとうございました。このチャンネルでは素敵な女性のエピソードを紹介するとともに、えりすぐりでちょっとエッチな写真も交えて紹介していきます。この動画を見て股間のけん玉を地球回してしまった方は、ぜひチャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それではこの後は村美優さんとの二人っきりのお時間をお楽しみください。ではまた次の動画でお会いしましょう。